ジャルーラでフラミント付近。魔物にされていた盗賊団の連中がヒットライで城まで連れてったぞ。だが奴らは何も思っていなかった。やはり海なりの金は団長の手に。オリハルゴンさんじゃなくてこっちなんだよね。お、いたか。逃げた。どういう原理で消えてるんや、彼は。ダークマター、マジで。ダークマター様、姿を見せください。海なりの金をお持ちしましたぞ。お前かよ。ダークマスターかよ、しかも。ダークマターかと思った。ご苦労だったな、団長。ほほ、これが秘宝、海なりの金。狭間の王の喜ぶ顔が目に浮かぶぞ。おや？狭間の王って何？デスタムーア。いつだやの幼きマスターではないか。まさかこんな早くも再会できるとはな。ふははは、はそうだ、盗賊団を利用し海なりの金を盗ませたのがこの私だ。我が主狭間の王は少々わがままな方でな。ただ秘宝を盗むだけでは飽き足らない。だが盗賊団に怯え混乱する者どもを見て、あの方もさぞお喜びであっただろう。あとは海なりの金を捧げれば滅びは思いのまま。邪魔はさせんぞ。ダークマスター様、私に力を。そうすればこんなこともひとひねりに。いや、下がっていろ。この者の実力は私の手で確かめたい。いでよ、我がしもべよ。さあ、幼きマスターよ。我がしもべを見事倒してみせよ。キングコブラとなんだこの真ん中。これこそ、ランプのなんとか。魔王のランプとかかな。ランプの魔王、あれ？いきなりピオラ。呪いのランプ。キングコブラが怖いな。毒の、うお、暴走。脱力。デイン。耐えるか、ルカに。よし。うわ、強いな。よし、毒になってない。毒になってない。耐えるか。よし、会心。そろそろ倒れて。よし、勝てるね。まあ、ほとんどはまあ別にいいよ。スライム。見事にスライムが。痛い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 。デイン。あいつ会心食らってるからな。ちょっとは弱っとい。トモツ、狙われすぎやろ。トーン。これで倒れるはず。よし。では、あとは真ん中。デイン。いい、硬くね。痛い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 。ホイミができるやつがちょっと魔法トーン食らってますからね。よしよし。ワンチャン。硬いな。デインがダメージがどれぐらい？7か。ルカにはまあ効かない。効かない。まあ、ほとんどはまあまあいいや、もう。デインが封じられるのは嫌だけど。よし。ワンちゃん。ワンちゃん。
痛い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 。スライムは体力無駄にあるからいいんですよ、別に。デイン。体力多いな。ワンチャン。まだ耐える？デイン。やばいっすよ。やべやべやべ。よし。パンサーが今体力やばいんでね。パンサーはなるべく死んでほしくない。ちょ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 。どうなってんの ?HP。あー、パンサー、マジか。ワンチャン。お前、普通の攻撃の方が強いやん。お、復活。メラ強っ。メラ強っ。小さなメダル。スキルポイント獲得。デインだけ覚えさせておきましょう。デインブレイクなんでね。ミラクルソード。ミラクルソード。よし。ふっ。ふはははは、素晴らしいぞ。お前の力がそれほどまでとはな。無限の可能性を秘めた幼きマスターか。これは秘宝以上に面白い土産話ができた。団長、生みの親の金を手に入れたら闇の力を与えるという、あの話はなしだか。え？うおー、見つけたぞ、このペテン使命。さあ、観念し、我らの手に落ちよう。うおっと。これは海なりの金。どうだくみたいな。砂漠の王よ、その海なりの金、今はそなたらの手に戻そう。幼きマスターよ、さらに腕を上げ、再び、合間見える日を楽しみに待っているぞ。ああ、ダッグマスター様、そんな、殺生な。どう顔待ちを。ようわからんがチャンスじゃ。その、とりあえず、そのペテン師をヒットライよ。なに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 。あいつ消えれるんじゃないの。いやはや、お主のおかげで無事盗賊団を討伐することができた。本当に感謝するぞ。海なりの金は約束通りお主にやろう。後で城まで取りに来るがよい。こいつは何？仲間になってくれるパターン。いいな、あんたの仲間。なんていうか、生き生きしてるよ。俺のマスター、あんなんだったから、愛情なんてこれっぽっちもなくて。もうやった。本当かい？俺あんなことしたのに、あんた太っ腹だな。俺には名前なんてなかった。だからかっこいい名前つけてくるよな。なんかいいやつやな、こいつ。ノロ、ノロ、ノロ、名前ノロか、お前。ノロ。ノロ。ノロノロ人体。相変わらずもうふざけとるネーミングセンスですね。で、これは何なんだ。入れないと。じゃあ、その何たらの金をもらって、
そろそろ帰れるんじゃないか。そろそろワールボーが死んじゃんとか言ってもそのうち消えそうな。王様が盗賊団を捕らえてきたことは一晩のうちにアッシア中に知れ渡った。町の人々は平和の訪れをかみしめながら眠りにつき、そして夜が明けた。てってて。やりましたぞ。王様とお城の兵士様が盗賊団を捕まえて帰ってきたんじゃ。よかったな。みんなもこれで見直してくれてね。解決と。もうおらんやん。王様どこ行った？王様。こっち？この奥か。まだ奥があったんか。おお、待っておったぞ。お主にはいろいろと世話になったな。幻の湖で聞いた兵士長の言葉は、寝耳に水の話だ、じゃったが、町の者がちゃんとわしのことを見てくれてると知りは、少し自信が持てたんじゃ。仙台王のように立派な王ではないが、わしはわしなりにこの国を治めていくよ。さあ、これが褒美の生みなりの金じゃ。受け取ってくれい。どうたくん。この世界で何か困ったことがあったらいつでも訪ねてくるがよい。それではまた会おう。いつも魔物と共にいる不思議な少年よ。おい、聞こえるかナッチ。俺だ、ワルボーだ。お前から不思議な力を感じたぞ。へその代わりを見つけたようだな。いいか、マルタに呼び戻すからじっとしてるんだぞ。王様びっくりはてなでしょ、こんなん。おお、久しぶり。でかしたろ、ナッチ。さあ、マルタの力を分けてやるよ。ほら、回復したで。で、マルタのへその代わりは？なるほど、これか。ふむ、海なりの金っていうのか。さすがに秘宝と呼ばれるだけのことはある。この金から神秘の力を感じるぞ。早速、マルタのへその代わりになるか試してみよう。ならないんじゃね？ やった、止まったぞ。これでマルタは救われ。ん？ああ、こりゃいかん。ええ、仕方がない。ダメだ。うやいな金じゃ役に立たない。ちょっとはいけそうだと思った俺がバカだった。だが、うやいの金には不思議な力があるようだ。ちょっと手を出してみろ。えい。海を渡る力を手に入れた。水上で A ボタン、水際で A ボタン押せばスイスイと水上進める。マジかよ。今ビーンときた。不思議な力を感じるぞ。海だ。海の上、ボロボロの海賊船。そこに新たな手がかりが見える。いいか、マルタの国のどこかにある不思議な鍵を探し、水の世界に行け。不思議な鍵の名前は海賊の鍵だ。忘れるなよ。おお、そうだ、ナッチ。お前も冒険者として少しは成長したはずだ。今のお前ならいつもの2倍の速さで戦えるようになってるだろう。おお、ありがたい。R ボタンで倍速だそうです。あ、こういうことね。さすがに走るってわけじゃないんだ。で、僕は配合がしたい。そろそろ配合がしたいんだ。あ、ということはあの宝箱も取れる。やったぜ。ベア砂漠服壁紙1。
その方が魔物の牧場を営む家族の子供だな。この度王様の命により闘技場にて子供のマスター大会を開くことになった。大会を盛り上げるため魔物扱いに長けたその方にも参加してもらいたいのだ。優勝すれば商品として不思議な鍵がもらえるほか、星降りの祠や鍛冶屋を利用できるよう王様が計らってくれるらしいぞ。祠は必要でしょ、どう考えても。あら、これ参加するしかないでしょ。こちらが持ってる素材で武器を強化してくれる鍛冶屋だ。各施設で詳しい話を来たら城を出て左手の格闘場へ向かうのだ。では頼んだぞ。もうさっさとね、配合したいんでね。僕も配合しないと中断できませんから、これ。撮影を中断して休憩したいんですけどね、配合できないとちょっと。BGM の変化。星降りの祠へようく来たの。わしはモンスター博士じゃ。ほう、お前さんじゃな、牧場に引っ越してきた子供のマスターとは。いいです。とりあえずじゃあ倒しましょう、さっさと。僕は配合がしたいんだ。レベルが足りるか分かんないけど配合したい。